皆さんこんにちは、ナイスチャです。元気ですか？今日はですね、おむすびチャンネルの配信者のラナと動画撮ります。ラナ覚えてますか？こんにちは皆さん、元気ですか？元気ですか？この前もうでも結構時間経ったねほとんど半年。そんなに経った？ほとんど5ヶ月かな。5ヶ月前、5ヶ月ほぼ半年前一緒にね、動画を撮って、その時はラナはちょうど日本に来た1週間か3週間しか経ってなかった頃。そうね。でその時はまあ、いろいろ日本でびっくりしたこととかについてお話しして、で今回は動画はインタビューの形じゃなくて、なんか旅に行きたいと思います。私たちは今渋谷にいるんですけど、渋谷で渋谷横丁というところがあるんですが、前回私はのんべい横丁のすぐ隣の横丁行ったことありますが、今回はちょっと渋谷横丁行ってみたいと思います。そこはなんかいろんな日本のなんか料理が集まってるらしい。なんか地域ごと、四国とか九州とか、まあ私もあまり詳しくないんですけど、そこちょっと行ってみたいと思います。なんかすごい人気なところらしいので、まあ席があるかはわからない、ちょっと行ってみますね。私これについて聞いたことはないです。こんなところについて、ここなんか渋谷はこんなみたいなところがあると知りませんでした。そんなに目立つのに渋谷まで行かない？渋谷にほとんど毎日行きますけど。まあでもこの辺は多分あまり、大体みんなその逆方面、八区方面。そうですね、109とか。そうね、そこ行くけど、ここはまあね、行く機会はあまりないと思うけど、今回はね、楽しみにしてくださいじゃあ行きましょう。いろんな地域の料理があるんですけど、お店とか結局東海地方にしました。で理由としては、東海地方は、今度はね、おむすびチャンネルのイベントあります。オフラインイベントですね、名古屋でね、はい、だから今回はちょっと先にね東海地方のちょっと雰囲気味わって、そこからね名古屋に行きます。ラナは名古屋行ったことある？名古屋行ったことはないです。東海地方も行ってないね。おむすびチャンネルと一緒にいたときに、これどこって、あれは新潟だった。新潟と京都しか行ってないです。だから名古屋も行ってないから、ちょっと名古屋の料理とても美味しいと思って、ちょっと食べさせたいと思います。変なさんビルが来ました。生から始めます。じゃあ今日お疲れ、乾杯。乾杯皆さんもお疲れ様です。乾杯。美味しい。うわ最高。ね。いろいろも楽しみ。今結構東海地方のいろんなもの頼みました。浜松のものと名古屋だけかな。楽しみにしてください。ヘミヤさん、名古屋の手羽先が出てきました。楽しみにしてます。ね、私はすごい名古屋の手羽先が大好きで、ワーナもね気に入ったらとても嬉しい。前も言ったことあると思うんだけど、手羽先、なんかその翼の部分、日本に来るまで、まあなんかあまり好きじゃなかったね。だからロシアとかで全然食べなかったし、なんかどっちかというと足の方の方が好きだったけど、手羽先、日本でね手羽先食べてみたらすっごい気に入って、もう大好きになりました。でもなんか形は翼に似てないですね。そうね、そうです。なんか今ここから見るとなんか足と同じぐらいの形でしょ。そうで、翼はもうちょっとなんだろう、なんか多分開いてない翼。開いてない翼なるほど。そう、ちょっと食べてみて。はい、いただきます。いただきますすいません。かわいい。なんかマリオがたくさんいる。
みんなどうしたいただきまーす、うんうん、おいしいです。おいしい、うん、私も食べてみます。甘くて、うん、おいしい。クリップ、クリップス、なんだっけ、クリスタルス、クリスタルス、カリカリ、カリカリ、おい、うん、しい。そう、外はカリカリね、中はすごい柔らかい、ジューシーだね。うん、とてもおいしい。とてもおいしい。よかった。うん、しい。これ名古屋の、名古屋の名物。うん、手羽先。浜松餃子です。と私は浜松行ったことあるんだけど、そこで餃子を食べてない気がする。だからここで食べてみます。だから私もラナと同じように初めて食べてみます。いただきます。いただきます。楽しみ。どんな味かな。そう、浜松は餃子ですごい有名らしい。あー、なるほど。あ、すごい美味しい。あれ本当に美味しい、うん、これでもう一回浜松行きたくなった。なんか中には、うん、何かありますか。なんかこれなんだろう、豚肉かな、うん、柔らかい、柔らかい味。あとなんかネギかな、なんかあのちょっと緑のなんか入ってた。本当、うん、美味しい。すごいなんか味がクリーミーっぽい、クリーミーっぽい、柔らかい、柔らかいですからね。確かに、うん、あと皮もすごい薄い、薄いです ね、食べやすい、食べやすいです、ね、とても美味しいです。よかった、うん、嬉しい。じゃあ実はあの串カツも来たんですけど、串カツも温かいうちに食べた方がいいのでちょっと食べてみましょう。これは味噌カツ、これは名古屋の名物、また名古屋食べましょう、いただきます。いただきます。あれ、おめっちゃうまい。味噌は違うでしょ。うん、これ味噌、うん、どこ、これ上、これ赤味噌、これ赤味噌。うん、名古屋はその普通の味噌じゃなくて茶色のね味噌じゃなくて赤味噌を使ってる。うん、あのなんかお好み焼きソースに入れます。違うと思う。違うですけど、もちろん違うですけど、でもなんか少し甘い。あ、そうそうそう、甘い。鶏味噌はしょっぱいですよね。こっちは酸っぱくて甘い。そう、赤味噌は若干甘い。詳細は、うん、美味しいです。なんか地域によって味噌が違うらしい。そう、日本はいくつ種類がありますか。メインは赤味噌と白味噌とあと普通の茶色の味噌。でもそれ以外も多分いろいろあるんじゃないかな。皆さんどうですか。おいしい、うん、おいしい。ビル進む。今の雰囲気は最高だと思います。本当？本当。なんか日本の風？日本風？日本風感じがします。あ、ね、そう、なんか本物、日本のイメージはこんな感じ。うん、店とかレストランとか日本はこれ、
私にとって、うん、この日がラストになるねっていう風に思ったので、雰囲気が結構気に入ってる、本当本当。でも少し一つの問題があります。私の、はい、私はまだ漢字ができませんので、あ、英語のメニューがなかったら英語のメニュー、うん、なんか一人で絶対行かないと思います。隣に誰かが漢字読める人が必要です。あ、なるほど。でも、うん、今は英語のメニューとかも結構あるから、まあ、いろんなお店で本当、うん、まあ、調べないといけないけど、ない店もあるけど、うん、ですけど、あの居酒屋はなんか居酒屋の文化結構古いですよね。ね、そうですから、あの居酒屋のメニューの中にも、もし漢字も読むことができなかった、できたら、なんかその料理の名前を多分わからないかもしれません。例えば、あの翼という手羽先ですね。私、手羽先を読んだら、手羽先って何でしょうかな、わからないですね。なるほどね。なんか、鶏の翼の代わりに手羽先書いてありますね。そうですから、一人でまだです。でもいつか日本語もっと上手になったら、うん、一人でも行くことができると思います。でもまだは、まだはナシタさんが必要。ナシタさんと一緒にとか、はい、うん、なるほど。ましたの、お腹すっごくいっぱい。お腹いっぱい？ お腹いっぱいですよ、ね、そうですね。美味しかった？とても美味しかった。よかった。そう、餃子とその翼、なんだろう、手羽先は一番美味しかったかもしれない。とてもよかった。嬉しい。そう、もう一度食べてみたいですね。そう私たちはね、あのおかわりしようと思ったんだけど、手羽先の、でももう売り切れだったから、それ頼めなくて、結局、餃子のお香りしました。そう、でも餃子、ね、餃子もとても柔らかかった。そうですね、うん、まさか浜松餃子をあの東京で食べれるとは。そうですね、日本の餃子はめっちゃめっちゃとてもとても美味しいですよ。ね、そうですね、そうめっちゃ良かった、うん、で、あのラナはこういうところもう初めてだったので、うん、初めて、そうで、さっきあの気に入ったと言ったからとても嬉しかった。私、そうですね、もう一度こんなところに行ってみたいです。一旦じゃあもう一度今度行きましょう、うん、行きましょう、絶対。なんかピカチュウがいます。見えるかな、かわいい。はい、でということで、私たちはもうこれから帰りたいと思います。結構涼しくなったし、まあ、結構遅くもなったので、うん、これで家に帰って寝ましょう。寝ます。そうですね。ビルバイルは日本語でどうかな、ね、消化、消化しましょう。ということで今日の動画をここまでにしたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。動画少しでも気に入ったら高評価とチャンネル登録お願いします。あとラナは、おむすびチャンネルも配信してるし、あとツイッターとかインスタグラムもやってるので、概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ見てみてください。はい、よっしゃ。じゃあまた会いましょう。またね、バイバイ、バイバイ。